どうも、ラウチンでーす。メタファーやっていきまーす。よろしくお願いします。さあ、今日は最強アーキタイプランキングをやっていきたいと思います。アーキタイプ、大きく分けて14種類あるんですけども、今日はトップ5を発表したいと思います。それでは、行きましょう。このランキングには個人的な意見が入っておりますので、ご了承ください。ちなみに今回のランキングにはプリンス、そしてロイヤルは入れておりません。さすがにちょっと強すぎるかな。それでは最強アーキタイプランキング第5位。第5位はトリックスターですね。トリックスターには2つの強みがあると思います。まず1つ目、道化のいたずら。そして2つ目に MP 消費ゼロの人定税ですね。この人定税はMP 消費ゼロでありがたいんだけども、消費が3なんですよね。消費が3。これがね、2だったら全然違ってくるんですけども、3はね、ちょっと使いにくい。かといってフリージャグリングじゃ、ちょっと火力が出ませんので、ミラクルサーカスショー、ちょっと惜しいんだよね。そして、道化のいたずら。これもね、惜しい。ものすごく惜しい。すごく強いスキルなんですけども、MP 消費が半端じゃないのよ。142使いますので、終盤でも5発ぐらいしか撃てないんだよね。まあ、5発撃てれば十分かもしれないんですけども、まあ、MP を毎回回復するとなると、ちょっとアイテムが足りなくなりますので、この道化のいたずら、MP 消費が半分ぐらいだったら、まだ全然使えたと思うんですけども、今の現状では、まあ、ボス戦でちょろっと出てくるぐらいですかね。ちょっと惜しいキャラクターですけども、まあ、十分強いと思います。第5位はトリックスターですね。続いて、最強アーキタイプランキング第4位。4位は、ウォーロードですね。ウォーロードは3つの強みがあると思ってて、まず1つ目、覇気の陣と庇護の陣。これを持ってるのがすごく強い。これ使えますよね。そして2つ目、バックとフロントのブースターがありますので、仲間全体の火力を上げることができる。そして3つ目に、人定税のメギドラオン。これが無難に強いっていうところですね。魔力もそこそこ高いので、結構火力を出すこともできます。で、覇気の陣と庇護の陣、そして、バックとフロントのブースター。これはね、確かに継承スキルで、他につけることもできるんですけども、もともとから、この4つを持ってるっていうことで、かなり使いやすいと思います。他の、継承スキルをつけることができますので、ウォーロードはね、ほんと、中盤から終盤にかけて、ずっと使ってましたね。これは本当に使えると思います。第4位は、ウォーロードです。それでは、最強アーキタイプランキング、第3位。3位は、デビルサマナーです。デビルサマナーは、人定税がとにかく強い。魔王召喚ですよね。全体に万能の超特大ダメージ。これがやばいぐらいに強いです。で、少し前の動画で、ロイヤルサマナーを使って、ちょっといまいちかなとか言ってたんですけども、すいません。あれは訂正します。むちゃくちゃ強かった。確かに、MP 消費は66と結構やばくなるんですけども、まあ、MP の最大値を上げるスキルとかありますので、それで全然なんとかなります。なので、サマナーで、ほとんどの敵をワンパンで倒していけるので、これはめちゃくちゃ強かったです。まあ、ロイヤルじゃなくって、デビルサマナーでも、この魔王召喚使えるので、もうこれで、ワンパンして快適に行くっていうのも、すごくいいと思います。第3位は、デビルサマナーです。それでは、最強アーキタイプランキング第2位です。第2位は、ペルソナマスターですね。ペルソナマスターは、とにかく人定税のマスカレードチャージ、これが強すぎるんですよ。マスカレードチャージ、本当に強い。ボス戦では、まあ、これを、開幕で入れて、あと高火力でガシガシ叩いていけば、速攻で勝てますので、もうマスカレードチャージはボス戦ではもうほんと必須ですね。裏ボスなんかでは使えるのかな？まだ裏ボス試してないんですけども、もしかすると、押し置きが来るレベルかもしれませんね。それぐらいマスカレードチャージはやばいです。
で、ちなみに、完全なバッファーとして使った方が、ペルソナマスターはいいと思ってて、継承スキルに、ビダルダ、メディカル、覇気の陣、仁王立ち、まあ、こんな感じで、使ってますけども、ペルソナマスターは本当にパーティーに一人入れた方がいいです。間違いありません。第2位です。では、最強アーキタイプランキング第1位。1位は間違いなくタイクーンですね。タイクーンはジンテーゼがとにかく強い。フォーチュンスロット、そしてゴールデンソルジャー。で、あまり使わないんだけども、マネーパワー、オールリセット。まあ、すべてが強いんですよね。で、特に、フォーチュンスロットとゴールデンソルジャー。これがとにかく強い。雑魚戦では、まず間違いなくゴールデンソルジャー。これだけで倒していけますし、ボス戦ではフォーチュンスロット、これですよね。100% クリティカルが出ますので、アイコンをね、調節しながら戦っていけるので、すごくやりやすい。まあ、雑魚敵と一緒に出てくるボスなんかはゴールデンソルジャー打った方がいいところがあるんですけどね。で、フォーチュンスロットを使うのであれば、継承スキルで魔力統合。これは必ず入れるようにしてください。まあ、入れたとって、命中率 100% ではないです。うん。実際のところ、95% ぐらいかな。たまーに外しますもんね。うん。でもまあ、ほぼほぼ当たるので、まあ、魔力統合でフォーチュンスロット。これは間違いないです。で、最後の最後になると、お金は使い放題になるので、福の神のソロ版。攻撃力が倍以上になって、消費が3倍になるっていう武器。あれを装備して、もうガシガシ行ってください。気持ちいいぐらい敵が溶けていきます。第1位、間違いなくタイクーンですね。はい、ということで今日は最強アーキタイプランキングでした。このランキングには個人的な意見が入っておりますので、ご了承ください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。